も一緒。今日はね、水訓デーということで、原宿の東急プラザ原宿ってところに来ました。ここからね、渋谷に向かってじゃんじゃかやっていきたいと思います。顔を映るとあれなんであれですけど、こんだけ集まっていただいております。イエイ。まあね、ゆっくりまったり行きたいと思います。固まってるわ俺。親子であれ固まっちゃった。あれ固まっちゃった。あれあれあれ、ワイファイじゃない。ちょっと待ってね。おお、やったー、イエーイ、おめでとうございます。バネムー、バネムー、じゃあいくよ、はい、せーの、どうもー、弱い、OK。 なんかね、僕だけ出されちゃったんで、もう一回初戦、みんな終わってるんだけどね、ジュニアも終わってるし、今回僕だけ出されちゃった。暑い、ダメだね、古い iPhone は。そろそろマジでアップデートかけないと。あとね、あの Wi-Fi もね、この暑い時期持ってるとちょっと持たないね。今冷やしてんだけど、ちょっと厳しいかな。日本の夏は暑い。ちなみにオランダにそろそろ帰るんですけど、この前天気調べたら15度とかなんで、半袖はもうまずきついかなって感じだから、空港とかでね、着替えないとちょっと風邪ひいちゃうかもしれないね。で、また時差ボケあるので、向こう着いてからちょっとね、あの動画上がるのにちょっと時間が空くかもしれないけど、とりあえず今日はね、思いっきりこの水訓で楽しんで、まあ1体はゲットしたいかな。ただ最終目標は渋谷でね、レッグザー黒いの撮ってイエイみたいなね、日本の集大成動画を撮りたいので、まあみんなで楽しんでいきましょうってところで、 OK、 初戦終了、3、2、1。普通でした。じゃあどんどん行こう、レッツゴー。パイナップルでいいんじゃないですか。パイナップル、パイナポッペン、スイクン、スイクン、パイナポッペン。よくわかんねえや。ガチャ、イエーイ。答え値は多分弱い。CP でわかる。超弱い。弱い。10、11、10。でも今日の目的はシャイニーだったじゃん。おめでとう。これ始まったシーンは一度も見たことない。まあね、まあいいんじゃないですか。入れてます。5回目、今4時40分、だから前回のレイドアワーでね、原宿来たんですけど、その時よりはスムーズに行けてるのかなと。スタート地点も間違えなければ原宿はいいコースで行けるのかな。ただ人が多いからね、まあ普通の人は撮影しないからあれですけど、とりあえず3時間頑張っていこうかなと。でジュニアは途中で多分帰ります。でもね、シャイニー出したからね。あいない。まあ、1体はせめて持ち帰りたい。日本産のスイク CP 云々っていうよりもシャイニーですよ、やっぱり。せっかくね、いっぱいやれる時間を頑張って割いたので、ただ終わったら速攻帰んなきゃいけないからあれなんだけどね。とりあえずシャイニーが欲しいよ。落ちてない。おう、わあ、
落ちながらも、あ、落ちた。エイドバトル開始エラーだよ。ということは、最初からになっちゃうかな。うん。でも3人待ってる。まで一緒にいたのにこういうことになるんだよね。やってていいよ。手画面見してみて。ほら、ほら、お。だがフレンドさんが出たみたい。じゃあ行くよ。僕のターン。3、2、1。何ここ。俺だけじゃねえ。ジロカー事故。まあまあ強いね。でも出ないわ。いやというかね、暑い、台風過ぎてからすごい暑いことになってて、近々オランダに帰るっていうかね、この動画は多分、多分じゃない、絶対日本の最後の動画になってるんですけど、この後ね、オランダからなんか喋ってる時はね、多分厚着してると思いますよ。あのすごい寒いらしいから、うわ、すげえ楽しかったな。まあいいや、どんどん行こう、レッツゴー。お願いだから待ってよ。行きます。はい、どうぞ、お願いします。2、3、5。うん、普通 CP が弱い。弱い。 OK、 ということでね、チャイに出ますようにってお願いしてきた。ここは秋葉神社、秋葉、秋葉原、秋葉、原宿です。秋葉神社って言います。とりあえずお願いしてきた。出るかな。落ちたな。落ちちゃった。ユニアはもう出してるからいいんだよ。僕は欲しいんだよ。僕は欲しいんだよ。でガチるとなかなか出ないんだよね。だからもうね、どうにかしてほしいわ。デックがもう何、3週間経ってやっと出たもんね。うん、どうでしょう。あ、ダメだった。あ、もう一回入り直す。落ちちゃったね。何やの。あ、いや、お願いしたから来てくれるでしょう。トントンチェックしますよ。3、2、1。1666、弱い。ダメだ、ダメだった。ダメ、ジュニア入り直してます。あー、頑張ろう。1人待ってるよ。どこに。3、2、1、GO。 普通でした。残念で、ここに隣り合ってるのでもうちょっとやってきます。頑張ろう。これが最後ですね。はい、そろそろ帰んないとね。今日はお家でご飯が待ってるからね、奥さんとね、ジジバーバと。ちょっと早く帰んないとね。これは最後です。1個出ましたね。最後に出るかな。僕はまだ出ないんだよ。スイ君は未だにいい思い出しかない。素晴らしいですね。せーの。見て、まだ押せてなかった。押せ。あ、にゃん、出ない。残念、残念でした。ジュニアグランマー、これは違う。まあ、一体出したからね。ここでジュニアの日本の冒険は終わりです。ありがとうございました。OK、 ジュニアと、グランマーとお別れね。今日本当にね、最後の、 家族で集まる食事会があるので、
グランマーね、多分やりたかったんだろうけどチャレンジ出なかったからね。でも、まあ、ごめんなさい、帰ってもらいました。僕は最後までちょっと頑張って速攻でその歌舞伎会に参加しようと思います。本当にね、本当にもう帰る直前なんで頑張りたいと思います。レッツゴー。3、2、1、ゴー。OK、 10戦目、今5時40分だね。半分から10分ぐらい過ぎたとこ。いやすごいね、オランダのフォンデルパークも一応ねスタート地点であるんですけど、オランダの場合自転車で次のとこ行くまで5分ぐらいかかってやって、せいぜい頑張って20レードぐらいかなっていうところなんですけど、だからまあ原宿は歩いてもうすでに10回目、1時間40分かでできてるので、日本は結構恵まれてるなと思いますよ。本当にフォンデルパークから歩いてって、例えば中央駅の方だから、まあ皆さんイメージ湧かないかもしれないけど、歩いてったら多分10回が限度かなっていうぐらい。だから向こうで子供たちやるときはいつも5回チャレンジっつってね、本話会やってるんですけど、うん、だからね、ぜひこういうイベントの時は都内に出てきて、わんさかわんさかやれる時にね、星の砂経験値いっぱい稼いでやるのがいいと思います。日本の皆さんぜひ楽しんでくださいということで、10戦目終了。さて来るかな、まだね1回も来てないんだよ。暑いし、ちょっと一安心したいところ。最後の方に焦りたくないからね。できます。3、2、1。バイバイ。98% かな出したんだけど出ないね。レッツゴー。 OK、 ゴー。 3、2、1。 出ない。バイバイ。やったか分かんないけど、渋谷駅の近く来た。なんかね、後で画面見せるけどね、ジムだらけな場所だね。こんな場所オランダにはないね。
でビルの高さがすごいのこれ。オランダには絶対ない。なんかもう本当大都会東京って感じだね。さてずっと楽しんできてるんですけど、もうね本当に最後のアドベンチャーの時間になっちゃって、日本のポケカス最後、今日本当に、ね、終わったらそこ帰んなきゃいけないっていうのもあって、ちょっとね早く撮りたいのもあるけど終わってほしくないっていうね、ちょっとなんていうか不思議な気分。いやあとと渋谷まで来ちゃったけど出ない。いよいよレッグーザのとこまで、あのね広告のとこねまで来ちゃったので、早く欲しいんだけど、最後に綺麗に撮れる感じかな。周りの皆さんはね、あの僕大体そうなんですよ、僕にくっついてきてくれてる方って大体出すので、あのみんな出してるんですけど、僕だけね出てないんですわ。さて倒れるかな、倒したかな、倒した。 CP はこれ録画の調子が悪いんで画面で1683、まあまあ高い、まあまあ高い。さて行きますよ、3、2、1、GO。 ああ寝る、ほら周りで出てる、周りで出てる、今聞こえたでしょ、わーって本当に2連、2連です。すごい、こっちもか、今度はパイに投げる、すごい。ということで渋谷のこの交差点、なんか天気予報とかで見たことある、ここ来たことないわ実は。すげえ人、画面見てくださいこれ、ジムがやばいね。よくねコメントで、あーちょっとどこ行った、あれ見失った、まあいいや、ちょっとコメントでね、渋谷秋葉原おすすめですよって言われてて、ポケモンしに渋谷は来たことなかったんですけど、すごいなこれは。こんな感じですね、これ動かないでできんだね。じゃあこれで10分6分か、頑張っていきますよ。OK 始まった、あと5分、最終目的地渋谷109。これすごいでしょ、レッグーザのポスター。ここでね写真を撮りたいのもあるんだけど、今日のイベントはシャイニーだからね、このタイミングでしかゲットできないシャイニースイ君を、まあおそらくタスクで帰ってくるのかもしれないけど、とりあえず今欲しい、多分最後かな、これが終わったあと2分、まあできるかもしれないけど多分最後かな、まあ、最後に出す出したい、出たい、出したい、欲しい。みんな周り出してんだよね。で今日ねちょっと息子がログインできなくてっていう不具合があったりとか、僕がね GPS でどうのこうのとかカメラの撮影とかあるんでね、比較的ゆっくりめに回ってきたんですけど、ルート案内とか全部ねやってくださった方々とかいて、みんなご協力していただいて本当にありがとうございました。日本のね最後のポケカツすごい楽しくできました。ここでシャイニーが出れば感無量なんですが、それそうじゃなくてもね、ずっと、帰ってきてから大阪行って福井、金沢行って福井行って、京都行って、で前の動画でも言いましたけど都内いろいろなとこ回っていろいろねやってきて、すごい楽しい日本滞在になりました。またね来年どうなるか分かんない、来年オリンピックだからねどうなるか分かんないけど、とりあえずまた日本に帰ってくる機会があればぜひよろしくお願いします。ということで倒した、多分最後、今6時57分、出なかったらもう一回ワンチャンかな、捕まえないでOK you win、 とりあえず急ごう、 Alright OK じゃあいきますよ、 3、2、1、GO。 出ない、出ない、もう間に合わないか、間に合わないね。でこれ捕まえて終わりにしよう、残念でした。
やー頑張ったんだけどね。3、2、出ない。最後にね、写真撮って終わりにしたいと思います。この広告が出てる時に黒いレッグザー捕まえるって多分今しかないので、それを捕まえて終わりにしたい。捕まえてじゃない、写真撮って終わりにしたい。3、2、入らない。はい、私それぐらいにします。Excellent. Let's count. 3, 2. 入らないね。よっ。あ、逃げた。よっ。Great shot. Great shot. 3, 2. 1. 入った。日本の最後、スイクンデー最後、ちょうど7時ですね。お疲れ様でした。これで文京区、渋谷区じゃないのね。はい、じゃあここで写真撮って終わりにします。綺麗な写真もね、いっぱい撮れて、結果としては2匹逃したんで、こんな感じで、1匹もいなかったけど、まあ20銭やりましたってこと で、あと98かな、98が、映ってるかな、まあ1匹撮れましたってことで、ね、すごいはしゃいに出た人もね、いますね。いいなということでね、本当にこれで日本あのポケガチ最後です。明日はね、成田の近くに泊まったりして、もう本当に明日は何もできない状態なんで、この動画がさ、頑張ってれば日本いるうちにあげるけど、もしかしたら向こうからあげるかもしれない。まあそんなところで、本当に日本の皆さんありがとうございました。特に都内の皆さんね、東京メインとして何回もお会いできて嬉しかったです。あと大阪でお会いした方、金沢でお会いした方、福井でお会いした方、京都でお会いした方、あともろもろいろんな場所でね、電車の中でも声かけていただいたこともあったんですけど、あの本当にありがとうございました。またね、日本帰ってきたら一緒に遊びましょう。よろしくお願いします。ということで最後に皆さんでよろしくお願いします。せーの、 If you want to be a passenger, please hit the subscribe button and hitLike! Bye bye!What?